2006年マドリード・バラハス空港爆弾事件は2006年12月30日にスペイン・マドリードにあるマドリード・バラハス空港の駐車場で起こった自動車爆弾によるテロ事件。マドリード・バラハス空港のターミナル4駐車場で自動車爆弾が爆発し2人が死亡し52人が負傷した。 2007年1月9日、バスク地方分離主義組織バスク祖国と自由が攻撃の責任を主張した。この攻撃は ETA によって行われた攻撃の中で最も強力なものの一つであり、空港ターミナルに損傷を与え、駐車場の構造全体を破壊した。この爆弾事件は武装組織による9ヶ月の停戦の終結を意味し、組織との交渉のための計画を停止することが、 スペイン政府に促された。攻撃を行ったにもかかわらず、ETA は平和のもとに停戦を継続中であると主張し民間人の死者の発生を悔やんだ。しかし結局、ETA は2007年6月に停戦の終結を発表した。チェロキーという別名を持つミゲル・ガリコイツ・アスピアス、ルビーナによって司令と計画立案が行われ、攻撃はエルラ部隊によって実行された。 エルラ部隊のメンバーは2008年初頭に逮捕され、2010年5月に判決を受けた。2008年11月にはチェロキーが逮捕され、爆弾事件の後半を待っている。スペイン政府とバスク地方分離独立主義組織、バスク祖国と自由の衝突は、バスク紛争と呼ばれており、1959年の ETA 創設から2000年代半ばまでに、 多くの死者を出す衝突だったが、ETA は2006年3月22日に、休戦を発表した。この発表後、社会労働党のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ首相、率いるスペイン政府は、バスク紛争に終止符を打つために、ETA や ETA に関連する政党である、バタスナなどとの会談を行い、バスク州政府与党である、バスク民族主義党もこれらの交渉に参加した。 国際機関やバスク地方を含むスペインの大部分の政党はこの会談を歓迎したが、スペインの最大野党である国民党はテロとの戦いの継続といかなる種類の交渉をも拒否することを政府に呼びかけた。2006年のグダリエグナで一斉射撃をする ETA のメンバー2006年9月23日にギプスコア県アリチュレギで行われたグダリエグナの祝祭では、 武装した3人の ETA のメンバーが行事に参加し ETA はバスク地方でバスクの独立と社会主義が達成されるまで拳を上げ続けると述べた。さらにこの武装したメンバーたちは戦いは過去のものではなく現在のそして未来のものであると主張した。この声明はスペイン政府との交渉に圧力をかけることを意図しているとする見方があり、また 彼らがその目標を完全に達するまで武装解除を行わないという意思が明確であるとする見方もあった。この一方でサパテロ首相はスペイン政府が交渉のために ETA の申し出を維持するだろうと述べた。この祝祭に出席した ETA のメンバーの一人がバラハス空港への攻撃に関与したマティン・サラ・ソーラだった。2006年10月24日 少なくとも5人からなる ETA の部隊がフランスガール県ポベールの武器庫から回転式拳銃約300丁、自動拳銃約50丁、弾薬を盗んだ。11月4日、バスク地方の日韓市柄はスペイン政府に対して和平プロセスが危機にあると警告する ETA の指摘文書を公表した。爆弾事件後に ABC 氏は攻撃前に ETA は政府に圧力をかける手段として、サパテロ首相に2004年マドリード列車爆破事件を、早期されていたと報じた。停戦中も、彼、ボロカとして知られる、バスク地方の街中での暴力行為は止まらなかった。2004年から、ETA の全部隊の指揮を取るミゲル・ガリコイツ・アスピアス・ルビーナ、別名チェロキーは、スペイン政府とのいかなる交渉にも反対する。 ETA 内の急進派を率いていた。スペイン警察によると、街中での暴力活動である彼、ボロカに参加した後に ETA に加入したメンバーによって構成される、この急進派が急戦を破る決定を下した可能性がある。マドリードは ETA による攻撃の標的となることが最も多い都市である。バラハス空港爆弾事件以前には過去20年間に 市内で36個の自動車爆弾が爆発しており、少なくとも119人が ETA の攻撃で死亡していた。1974年9月13日のカフェテリアロランド爆弾事件では13人が死亡し、1979年7月29日の3連続爆弾事件では7人が死亡し、1986年7月15日の ドミニカ共和国広場爆弾事件では12人のクアルディアシビルカが死亡し、1993年の自動車爆弾事件ではスペイン軍兵士が7人、1995年の自動車爆弾事件ではスペイン軍兵士が6人死亡している。1979年7月29日の3連続爆弾事件ではマドリード・バラハス空港でも ETA の攻撃が行われ、 三人の民間人が死亡した。2002年8月27日にはターミナルに駐車場2階で自動車爆弾が爆発したが事前に ETA から予告電話があったため駐車場の構造が被害を受けただけだった。2006年夏にナバーラ州のバスタンダニで行われた2度の会合で舞台を率いるチェロキーは ETA のメンバーであるマティン・サラソーライゴール・ポルトゥ ミケル・サン・セバスティアンに爆弾事件を実行するように命じた。この3人のメンバーはナバーラ州のレサカに生まれ2002年に形成されたエルラ部隊の一員だった。2006年までエルラ部隊は唯一の任務としてスペイン・フランス国境を超える ETA のメンバーのサポートと爆発物の輸送を担当していた。2006年2月14日にナバーラ州ウルダスビ、 ウルダックスで行われたディスコに対する自動車爆弾攻撃2005年12月21日のサンテステバンのディスコに対する別の攻撃にもエルラ部隊が関与していたこの部隊のリーダーはバスルデという通称を持つホセバ・アラニバルであるまたホセバイ・エトゥビでは部隊の一員ではあったが会合には参加しなかった最初の会合でチェロキーは攻撃の実行方法の指示を与え 治安部隊に捉えられることなく、空港にたどり着くために取るべき経路を、部隊のメンバーに伝えた。会合後、サラソーラは、ホセバエトゥルビデや、未特定のメンバーと共に9月23日の行事に、参加した。10月、サラソーラ、ポルトゥ、サンセバスティアンは、バラハス空港への経路を2度リハーサルした。最初のリハーサルでは、サンセバスティアンの私有者を使い、 10月21日の2度目のリハーサルではギプスコア県イルンでレンタルしたフォルクスワーゲンポロを用いた。舞台のメンバーはナバーラ州を出発しポロをマドリード・バラハス空港のターミナル4駐車場に止めることに成功した。これらのリハーサル後彼らは再びチェロキーに会い攻撃日時や当日の服装を含めた攻撃の最終指示を与えられた。チェロキーは サラソーラにウィッグ、キャップ、花を覆うフェイスマスクの着用を求めた。サラソーラは、スーツケースと松バズを用意し、片足が不自由な人物を装った。チェロキーは、サラソーラに携帯電話を購入するよう求め、爆弾事件の予告を行うのがポルトゥであること、彼らが電話すべき場所についても指示した。スペイン赤十字本社、ビルバオにある、バスクロードサービス協会、 マドリードの消防署、緊急電話番号112である。チェロキーの指示を注意深く聞いていなかったポルトは、結局バスク州の緊急電話番号にも電話をかけている。12月27日、ポルト、サラソーラ、サン、セバスティアンの3人は、フランスのリュス・アルディガンスキー場で、民間人のルノートラフィックを盗み、ピレネー山中にある小屋で車の所有者を3日間、監禁した。 また車の所有者に対して、携帯電話で母親にすべて問題ないとのメッセージを送ることを強要した。なお、彼はバラハス空港への攻撃40分後に解放されている。部隊のリーダーであるホセバ・ラニバルは爆発物を積んだトラフィックを走らせ、一方でサラソーラとサンセバスティアンは小屋で一夜を過ごした。12月29日朝、 アラニバルはトラフィックをサラソーラとサンセバスティアンに与えた。計画した経路通り、サラソーラが車を運転し、サンセバスティアンが車の前をバイクで走った。一方、ポルトゥは空港から 50km の位置にある地点に別の車で到着した。ポルトゥはサラソーラと合流し、サラソーラの変装のために必要な装備を与えた。29日午後6時51分。 サラソーラはトラフィックをターミナル4駐車場の D 区画に駐車し、翌日朝に爆発するよう爆弾を駆動させた。その後タクシーで近隣のサンセバスティアンデロスレースに向かい、変装を解いた。そこからは別のタクシーを拾って、サンセバスティアンのバイクを走らせたポルトゥと合流した。彼らはギプスコア県サンセバスティアンで落ち合い、レザカに戻った。 翌日12月30日の朝、ポルツは、再びサンセバスティアンに向かい、そこから各地に予告電話をかけた。爆発後に、ターミナル街に避難する人々12月30日の午前7時53分、イゴル・ポルツは、携帯電話を使用し、午前9時に、強力な自動車爆弾が爆発するだろうと、スペイン赤十字本社に警告を行った。その3分後には、 マドリードの消防署に電話し、その後7時59分までは、サンセバスティアンにある日刊誌柄に電話した。最後には電話ボックスからサンセバスティアンの SOS、デイック緊急番号に電話した。警察は直ちに駐車場を封鎖し、数百人の人々が、ジェットウェイでターミナルから避難し、外部の空港ランプに集まった。12月30日午前8時59分。 ルノートラフィックに積まれた爆弾が起動し、空港に新設されていたターミナル4駐車場の D 区画の大部分を破壊し、上空には巨大な煙が舞い上がった。アントニオ・ラメラとリチャード・ロジャーズによって設計されたターミナルは事件のわずか数ヶ月前の2006年2月5日に完成したばかりだった。報告書によると、バンには5 0 0ラムから8 0 0ラムの 種類不明の爆発物、おそらく硝酸アンモニウムと RDX の混合物が積まれており、ETA によって使用された爆発装置としては、史上3番目に強力な爆発物だった。爆発によって駐車場の5階全体が解体され、約40トンの残骸を生み出した。スペイン当局は、爆発によって生じたがれきの山をグラウンドゼロと比較した。さらに、爆弾は、 ターミナル4駐車場に駐車されていた少なくとも1300台の車に損害を与え、ターミナルビル自体にも影響を与えた。この爆発でエクアドル国籍の2人の民間人が死亡し、52人が負傷した。当初は南米出身の2人が行方不明と報じられ、アルフレード・ペレス・ルバルカバ内務大臣は2007年1月1日に2人の生存が 絶望的との見解を示した。死亡した二人は駐車場に停めた自分の車の中で仮眠中だったとされており、救助隊が埋まった二人の遺体に達するまでに5日間を要した。割れたガラスの破片で負傷したり衝撃波で耳に損傷を負った乗客の手当てを行うために、サムールの救急サービスはターミナル4内に即席救護所を立ち上げた。マドリードの各病院は、 爆風で軽傷を負った11人の患者を受け入れたが、その日のうちに帰宅できなかったのは3人だけだった。この爆弾事件では、ETA による攻撃で2003年以来となる死者が出た。死亡したカルラス・アロンソ・パラーテは35歳であり、出生地はエクアドル・トゥングラはンアンバトである。アロンソは2002年にスペインに到着し、バレンシアのプラスティック工場で働いていた。 スペインで大晦日を過ごすためにやってきた友人の妻を迎えにバレンシアからマドリードにやってきていた。2007年1月6日、アロンソはピカイワの小さな町に埋葬された。ディエゴ・アルマンド・エスタシオは19歳であり、出生地はエクアドル・エル・オロケ・マチャーラである。2001年にマドリードに到着し、製造業労働者として働いていた。 ガールフレンドの親類を迎えに空港に来ていた。2007年1月8日、故郷の町原に埋葬された。瓦礫除去作業中のショベルカー爆風の後、アエナは直ちにターミナル4を封鎖し、数百の便が離陸を延期した。他の3つのターミナルからの便は影響を受けなかった。午後2時、ターミナル4からいくつかの便が離陸を開始したが、アエナはターミナル4に向かう乗客に、 公共交通機関のみを使用するよう求めた。この数時間後、通常通りの運行に戻り、午後7時までには、時刻表にある575便のうち388便がターミナル4から出港した。その後の数週間、消防と救急サービスが事件現場から瓦礫の除去作業を行い、1月21日までに約25トンの瓦礫が取り除かれた。 膨大な量の瓦礫によって、エクアドル人二人の遺体の救出は困難を極めた。1月4日には、カルロス・アロンソ・パラーテの遺体が車の中から見つかり、翌日の5日にエクアドルに送還された。1月5日には、ディエゴ・アルマンド・エスタシオの遺体が見つかり、1月7日に母国に送還された。二人の遺体は、スペイン政府によって手配されて、トレホン空軍基地から飛び立ち、 彼らの子孫にはスペイン国籍が与えられた。爆弾事件後の数日中にはいくつかの当局が事件現場を訪れた。1月3日、国民党党首のマリアーノ・ラホイ、マドリード州首相のエスペランサ・アギーレ、マドリード市長のアルベルト・ルイス・ガディアルドンが爆発地点を訪れ、4日にはスペイン政府のサッパテロ首相が現場を訪れた。アルフレド・ペレスル・バルカ内務大臣は 攻撃を非難し、暴力はいかなる民主主義における対話とも相入れないものだと述べた。サパテロ首相は和平プロセスの終了こそ発表しなかったが、和平に向けて ETA と行っていたあらゆる対話を延期するよう政府に命じ、ETA が言ったことを無益だし、馬鹿げていると非難した。サパテロ首相が2006年内最後のメッセージを 述べたのは爆発のわずか数時間前であり、来年、我々は今よりも良くなるだろうと主張していた。国民党のラホイ党首は ETA と再び交渉しないよう政府に要請し、もし政府が ETA の排除に集中するならば、国民党は政府を支援すると述べた。スペインの他政党やバスク州政府も攻撃を非難し、バスク州政府は和平プロセスを継続する意思を表明した。 ETA と関わりがあるバタスナの代表者であるアルナルド・オテギは攻撃を非難することを拒否した。和平プロセスに問題が生じたことを否定し攻撃が一つの出来事に過ぎないとした。政府をいかなるステップにも至らないと非難しハンガーストライキ中の ETA の囚人、イニアキで不安なチャオスの状況に言及した。しかし、ルバルカバ大臣は 和平プロセスが完全に破られたと発表した。攻撃の翌日、テロリズム被害者協会のメンバー数百人が、マドリードにある社会労働党本部の外側で抗議を行い、サパテロ首相の辞任を要求するスローガンを叫んだ。その前に、被害者協会のフランシスコ・ホセ・アルカラス会長は、もし、バスクの地、共産党が ETA による攻撃を非難しないならば、 すべての地域機関からバスクの地共産党を追放することを政府に要請した。アルカラス会長はテロリストと彼らの計画がすべて破壊されるまで市民の反乱は止められない述べた。テロリズム被害者協会は1月14日にもマドリードで大規模なデモを開催した。2007年1月9日 ETA はギプスコア圏に拠点を置くガラシに送った声明文の中で 攻撃の責任と2006年3月の停戦宣言がまだ継続中であることを主張した。さらに ETA は爆弾事件によって起こった巻き添え被害に対する団結を強調し、この武力行動の目的は犠牲者を出すことではなかったと述べ、空港からの完全な避難がなされなかったことを非難した。ETA はまた民主的プロセスに障害を設けているとして、 政府を非難した。1月6日、サンセバスティアンでは民主的解決を支持するデモが行われた。最終的に ETA は2007年6月5日の声明文で休戦の終了を発表し攻撃を再開した。ビルバオで行われた追悼行事攻撃が行われた2006年12月30日の午後、スペイン中の視聴者で黙祷が捧げられた。 2007年1月14日、バスク州首相のパチロペスを含むバスク州の政治家が、ビスカヤ県ビルバオに集まり、また、バスク地方に住むエクアドル人も出席し、死者に敬意を表した。1月29日、マドリードのハウス・オブ・アメリカに数百人の人々が集まり、エクアドルのマリア・フェルナンダ・エスピノサ外務大臣、スペインのトリニダ・ヒメネス・イベロアメリカ長官などが出席した。 追悼式典が行われた。ターミナル4駐車場の最春後記念式典で当局は被害者の車が駐車されていた正確な区画で亡くなった二人の胸像を披露した。爆弾が積まれた板は駐車場の2階に置かれており爆風で建物の90%が破壊された。1月21日には駐車場の修復工事が開始された。損傷は ターミナルの内部にも及んだが、ターミナルビルに関しては1月末までには修復された。6ヶ月間の工事で駐車場は再建され、2007年9月20日に、マグダレーナ・アルバレス公共労働大臣や多くの実業家が、最春後記念式典に出席した。駐車場の再建には、総額2450万ユーロがかかり、さらに攻撃時に停車していた2100台の車に、 生じた損害の保証のために1500万ユーロがかかった。さらにターミナルビルの修復にもいくらかの費用がかかった。爆弾事件に関与したすべての容疑者は2008年のうちに逮捕された。1月7日、グアルニアシビルによってギプスコア県アラサーテ、モンドラゴンでイゴルポルトとマティンサラソーラが逮捕された。逮捕時、彼ら二人は回転式拳銃を輸送していた。 彼らは警察車両に乗せられ、護衛の警官に殴られたとされる。また、後ろ手に手錠をかけられながら、彼らは引き離されてある場所に連れて行かれ、そこで殴られたり蹴られたりし、さらには死の脅迫を受けた。サラソーラは手錠をかけられたまま丘の斜面に放り投げられ、その後には頭部に銃を突きつけられた。しかし、内務省はこれらの拷問があったとする主張を否定し、 彼らは逮捕時に逃走を試みたために負傷したとした。翌日、ルバルカバ内務大臣は、ポルトとサラソーラが空港爆弾事件の加害者だったと発表した。2月16日、フランス領バスクのピレネーアトランティック県産ジャンドリューズで、ホセバイトルビデとミケルサンセバスティアンが逮捕され、 同時に、同じく ETA のメンバーであるホセ・アントニオ・マルティネル、ムールとアスンシオン・ベン・モエチアも逮捕されている。最終的に11月17日、最重要指名手配人だったチェロキーが、フランス領バスクのオートイコール・ピルネー県にある、スキーリゾート地、コテレで逮捕された。2010年5月3日、ポルトゥ、サラ・ソーラ、サン、セバスティアンの3人は、 攻撃時の役割の責任を問われて、マドリードのスペイン国立高等裁判所に現れた。彼らは揃って、法廷での発言を拒否した。サラソーラは、ファシスト法廷を認知しないと述べ、それに参加するつもりはないと述べた。スペインの法律では、テロ行為に対する懲役の最大値は40年とされているが、5月21日、 彼らは2件の殺人と48件の殺人未遂の罪により、それぞれが懲役1040年を宣告された。2010年10月25日、サンセバスティアンで15人の治安警察官が、ポルトとサラソーラが被った拷問に関する公判を受けた。12月30日、彼らのうち4人が有罪となり、うち2人は懲役4年、残りの2人は懲役2年となった。 残りの11人の警察官は無罪となった。治安警察官が ETA のメンバーに対する拷問で懲役を宣告されたのは2001年以来のことだった。ありがとうございます。